じゃあ、今トイレ行くんで、カナさん連れててください、トイレまで。私、グローブして今行くんで。手伝ってください。車椅子で、ここから手招きして連れてっちゃう。どこにトイレあるんですか。あ、そう。このままね。立てるかな。車椅子で取るまで行って。車椅子行っちゃう？トイレ遠いもん。そこだ。あっち階段の方だ。ちょっと遠いから。在宅のこれ本当に大変だ。住所もこれ。誰か女性職員一人ぐらいやるやついないんですか？近いもんじゃ。お母さん幸せだこれ。言いますね。広くねえ。いいですね。相手に理解してもらえばいいんじゃないですか。そうですね。相手に彼らの方が自分のあれをどういうふうにして喋っていいかって今頭の中で協力してくださいって言われた。協力してくださいって。そうすればいろいろやってみろってあれでも自分の親だったらできるんですよ。やるんですよ私も。あ違う違う、そっちに入院。あじゃあ、そっち入院。そっち入院は今カナダの方から、あの前中途さんにお話した。病院だと3ヶ月も出されちゃうんじゃないかってもう本人知ってっから。あもう午前中喋ったから。あそうですか。そしたらそっち入院だって、3ヶ月に出されちゃうんじゃないかって心配してない。あまあそれはきっと病院の方がいいんじゃないかな。病院の場合は措置できないんですね。あ、いいですか。措置なんで、あの特別に現実的にどっかあるの本当に。そうもう午前中は喋ったからね。ああ、はい、場所ですか。ただまあほら前も言ったように杉の木園、もしくは日本総研だったら周りねえのもうかと思う。特養は何か所かありますけども、まあとりあえずこっちしか今って儲かでもどこでもこれからそれを場所を当たらなくちゃなんですけども、そうだね。儲かるのがいいんじゃないのか。こっちはもうやがってくる。そうですね。危ねえから。調査するからね。そうですね。弁護士立っちゃう。弁護士立ってます、ね。だから場所はあのいろいろ当たってみるしかないというのは、軍内とか、どこかをちょっと当たる。それで協力話するしかないよね。そうですね。それで納得してもらうしか、これでやります。ダメだったら結果でダメだったらダメでしかない。そうですね。ただ大変だな、ミデット。本当に。ずっと午前中から見てるんだから。ああ、そうですね。ミデットとどこの日だったり、一生懸命やってんだ。して眠ってねえって言うの。本当なんだ。ね、言ってんのもな、あれ一時やっとく、まあ、大変だっていうのは確かに分かりますよ、ただその大変さを全部ね間違い悪いから俺は大変なんだっていうような風に言われるもんですから、町としてもなかなかね、そうではちょっと違う部分もあるんじゃないかなというのもあるんですけど、大変なのは確かに大変だと思います。そうだね、全部いいっていうかね、ただ進まねえんで、それ焦ってんの、そうですね、今年の冬でいっぱいって言っちゃってみたし、そうですね、まあ、カナダの方からそっちのまあ、流れというんですかね、それをちょっと話して、それで本人がどう考えるかというのがあると思います。そうですね。で、施設については、まあ、町の方で、とりあえずこれから見つけてみなくちゃならないというなると思うんですけどね。ちょっと水。吉さんもすいませんね、午前中からお昼も食べないで。あ、水もこんなもんだ。始まった。で、やっぱりさっき焼いた橋も、出かけちゃったんですけども、お昼食べないとか薬飲んでるのが大丈夫かなって心配してたんですよね。お昼食べないと大事なのか、それは出かける前に焼いた橋君は心配してたんですよ、施設の方でもお昼は用意してあるって言うんですよ。ああそうですか。で、ある程度の時間で大体だってお昼持ち回って持ちてもらえばいいかね。ああ、できるか。いやもうだけどお昼食べて1時間ぐらいかかるじゃないですか。その辺もあるんで、どうせいいですよ。どうせこれずっと5時までいますから、ここでご飯食べさせてもらって本人。あとは関根さんので少し、まあね、本人も分かってますからね、お昼とあとは薬も当然飲まなくちゃいけない部分もありますので、これ急所山だったな、今日初めてよかった。これ確かに今日初めてよかった、まで呼んだって言うんだよな、総務課長呼んでなかった。私もね、当時の大田城の対応は、あまりちょっと私も詳しくないんですけども、午前中本人から聞いたの、ずっとすごくうまく聞かされて救急車呼んでるんだって、
呼んでみて。これで救急車呼ばない。まあ、ね、魚田市はお医者さんいますからね、松田先生いるんで言われたんですけど。当日いなかったんだよ。当日、あ、当日いなかったんですか。たまたまじゃなんかあれだったんですね。よくしブズパーソン入ってるね、午前中って。あ、そうなの、ブズパーソンって言って、弁護士の、入ってて。先生は議会とやるやって、大変だった。久保君が、あ、そうみたいな。久保君、ダメだな。こうなっちゃって。あ、久保は、あの、喋りすぎる部分もあるんですけど。いや、違うんです。一回一回突っかしてたんですよ。ああ、カチンカチンってきてくるんで、何度も、何度も申し上げますけども、なんて言うと、何度もって言うんだとかします。あんまり言うてませんね。あ、そういう方でね。そうです。まあ、ものすごく言葉尻っていうのはものすごくいろいろ言う人ですからね。2年間全然情報につらもがし、本当に言うと。子供たちだけやらずだ。ただ、確かに。失敗です。だから言ったよ。何月何日、何事実関係だろって書けばいいって。ただ、やっちゃう。じゃそれで行くしかないよね。体の方でも、あっちを調べたんですが、ないんだって言うんですよね。だからちゃんとこっちから盛り出されてたら嫌だもんね。こうやって書けばいいって。インコースに行ったこと、次の日に行ったこと、党についての情報はありませんでしたって、いくつかあって、いっぱい書類集めんでね、今ね、そうですね、いっぱい集めてるよ、あれだけ書類集めてるんでしょうから、これとか、議会の一筆書き、処分について一筆書きって、根元とここの処分が通るのか、羽田になってからは、極力。いろいろ細かいことまで文書に残してはあるんですけど、伊佐の彼と同じように、あれば情報公開請求してもらえれば出すということで、すか、考えているんですけどね。お母さんは息子と一緒じゃん、いいよな、これお母さん食事大事かな、食事一回食事持ってこらせられないのかな。いや、それは聞かないでしょ。聞かないですか。今話だけ質問しました。大丈夫、お母さん。食事は食事持ちてもらって構わないよ。それか、どうしようかな。寒い。水沼さんが戻ってくるんでしたっけ。もう3時ぐらいに。寒いから、ちょっとお母さん寒いって今言って。あ、寒くないですか。あ、暑いんですよ。暑い。どう大丈夫かな。大丈夫です。大丈夫。あとはご飯あれ、ご飯食べて、それか水沼さん帰ってきたら施設まで送ってもらっちゃうか、そうだね、その方がいいわね、お母さん。